さっきちょっと黒人さんの配信見たら黒人さんがオタクのヤドカリのロゴつけててちょっとビビったんだけど、売ったんだな魂を。コクモ所詮企業の犬か、資本主義の犬か。うん、俺にはスポンサーつかないのかな。なんかスーパーミニオンヘア、あ、ついてるって。でもそれはここについてるわけであって、スポンサーとしてついてるわけじゃなくて、ごめん、それはここについてるんだよ、それは。誰馬。うん、それ誰、それは違うよ。なんか今見せてって言うけど、実はそのあんまり変わってないんだよね、バロのストレスで。でも今俺 AGA の薬をなんかもらいながら、普通にあの錠剤飲みながらさ、普通に暮らしてるんだけどさ、そのなんだろうな、俺のそのハゲるスピードと AGA がこう、そのなんか頑張るスピードがちょうど平行線をたどってて、でなんかそんなに多分見た目としてはそんな、かけとくかこれ。ちょっと今日調子悪いな。ちょっと今日調子悪いなこれ。ちょっと今日これ調子悪めだな。本当はもっと調子いいんだけどね。もうちょっと湿気が少ないとかなりその髪の毛のベタつきが取れて。ああ、これちょっと今日調子、くそー、出すか。仕方ね。仕方ない。まあ、せっかくスポンサーだし、なら、また企業努力しちゃうか。皆さん、僕のちょっと頭、不安ですよね。そんな方は、こちらね、スーパーミリオンヘア。こちらね、薬局とかでもっと大きい缶状のもの、シルバーの缶で探せば、あと、薬局の店員さんの方にスーパーミリオンヘアありますかって言ったら、すぐその所定の場所に案内してもらえますので、まあ、そこで多分2500円から3000円ぐらいで売ってると思うんですけれども、もしかしたらね、松本清とかだったらもうちょっと安いかもしれませんね。そこで、このね、ちょっと、なんだろうね、この戦後の草原みたいな、このちょっと悲しくなっているこの頭皮も、いざここにポンポンってかけるだけでいいんです。ポンポンってかけるだけで。そうしたら、そしてちょっとこうポンポンって整えると、はい、消えるんです、つむじが。これすごくない、マジで。うん、消しゴムマジックでつむじを消してやるのさ。で最後にこのね、一緒に同封されているこちら、まあ、ワックスみたいな、このままだと、皆さん、このままだと表向きまだ表向きにハゲが隠れただけで、実際にヘルメットを被れば黒い汗をかいてしまうし、雨が降ってしまっても黒い汗、ここにだけに黒い雨が、酸性雨が降ってしまうわけです。うん、まあ、そしたらこの酸性雨のためで、おかげでハゲたんですみたいな感じで言えるんですけれども、それを防いでくれるのがこちらコーティングアーマー。こちらをシュッシュッシュッと吹きかけることによって、なんとコーティングされて守ってくれるんですね、その外敵からハゲるのを。そう、白 T ダメ。そう、白 T したら雨がここ伝って、ここ三面怪獣ダダみたいになっちゃう、ここが。そのままさ、黒い汗がここを伝うから、あんまりシャツは黒い方がいいかもしれないです。ダダみたいになっちゃうから。セイキンのモデルとされている、うん、これでリングフィット。春日が壊した椅子の耐久実験みたいに。リングフィット、スーパーミリオンヘアかけた状態でリングフィットしたら、何時間で汗は黒くなるのかみたいな。すごいな、もうそれ臨床実験みたいな感じで。検証になっちゃう。やばいな。悪魔みたいな企画だね。